夜がきました目を閉じてくださいうらむらしちゃうぞ なんだかムラムラ素敵だ、メルヴァレスティおーおおおセントンチョンコーヨーおーメルヴァレあティックドーおーセン,ン可愛いンコーヨいおーセントンコーヨい朝が来ました。 昨夜は誰も死にませんでした。5番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。そうですね、トップバッター、まあ、とりあえず盤面固まってからっていう形で2種目考察を落とすんですが、まあ、この超人気、ランダム白の部屋、占いに、狼、進路、そして、 例の西尾の場合は、新境の場合が多い場面ですが、そこは発言精査であったりとか、あの、盤面ですね、雰囲気、これも十人十色なんで、メンバーによって雰囲気っていうのは全然変わってくると思います。その辺はね、見極めていきたいと思っています。やっぱ占い師はね、頑張ってほしいと思ってますね、個人的には。うんやっぱ占い師精査っていうのが、村が勝てるかどうかっていうのは、本当に重要な部分になってくると思うんで、占い師の方は頑張ってください。自分もね、必死に占い師精査つけたいと思ってます。 あと村人はねできるだけ素直に打算的なこと考えずにこういった方が白く見られるんじゃないかとかねそういうの考えずに素直に思った意見でほしいと思ってます以上。6番のプレイヤーは 発言してくださいださい、ははい。こんんにちは私、特に役,役職事象ありません、えー、と今後の進行論として22番目、21番目になった場合を想定した場合の自分の進行論について言います22番目になった場合には、えー、と占い自称者の内訳が振動、霊媒自称者の内訳が心境の可能性が高いと思ったのであれば自分は初日に、えー、と完全グレーを釣りたいと言っておきます。 で次に2一1番目になった場合二一番目になった場合には、えー、と占い自称者の内訳が新郎と仮定した場合初日に完全グレーから人狼がつられてしまった場合にはオオカミの負けが次に占いローラーがかかってほぼ負けが確定するので 狂人は完全グレーにいる狂人は自分が釣られようとする流れに持ち込もうとするのでもし、人一番目になった場合には、えー、完全グレーの流れ、狂人に地釣りを飲まれないようにつまり、人狼が釣れる可能性を高めるために人一番目になった場合には完全グレーの、えー、プレイヤーは特に釣り先2周目でいいので釣り先を上げてもらいたいと思っています。完全グレーにいる狂人に,に地釣りを飲まれてオオカミが釣れないことを避けるためですとりあえず自分の進行については以上です。 7番のプレイヤーはです皆様よろしくお願いいたします。6番さんは、うん、なんかすごいっすねっていうぐらいしか印象がありません。いや、でもね、オカミ陣営でそこまで言えるかな、あって狂人かなとは思っております。2番目のね、そしたらさ、そしたらさ、占い狂人も追っていこうよっていうところは分かった。 だってそれだったらさ、強人が釣られるように動くかな。村目取ってワンチャンかけるでしょうって思うんだけど。まあでも黒くはない、6番。5番に関して。5番はさ、<coughs> 盤面が固まってから。いやーさ、6番みたいに、あ、ちょっとだけついてみてください。えっ、ー、と、例のローラーから行くのか、それともグレーから行くのか、きちんと言ってほしかった。あやふやすぎる。5番は黒い。 ぐらいかな私は霊能は行きたくありません。乱しろでしょれいは両方生かしておきつグレーから行こう。グレーから。俺はグレーから。違う違う俺のパンツの色はグレーです。以上。8番のプレイヤーは発言してください。はい。おはようございます。5番さんに思って、まあ、順番にグレーに触れていくんだが、 まず5番さんに関しては、占い精査が難しい、占い師頑張ってほしい、占い師精査が重要になるって思うようであれば、えー、占い師の黒先翌日か、翌日か翌日、翌日ですね、占い師が仮に黒を出した場合、占い師の精査ではなくて、黒先の精査、例えば占い師が2人とも黒を出して信用勝負する場合、黒先同士の精査とかでも別にいいんじゃないですかって思いますね。より黒い方、そこに強人がいて黒くなっているのであれば、強人が釣られた場合って PP ないから、 そういう精査の仕方とかもできるんじゃないのかなって思いますね。5番さんに関してはね。えっ、ー、と、ごめん、ちょっと追加するね。で、6番に関して、辞書ありません。占いオオカミ入ってると思うならグレー詰めたい。21番目なら狂人の実利に飲まれない。これに関しては多分7番さんの意見の方に同意しておくわ。えっと、グレーの狂人目線21番目だったら、占い師に新郎出てオオカミ出てると思うんであれば、えっと、オオカミの初手囲いっていうのも全然あるから、狂人って実利されるように動かないと思うよ。 極力 PP 狙う方に動くと思うから、実利、狂人は多分飲まないと思う。だから、狂人の実利飲まれないようにって言うけど、そんなことってほぼほぼないと思ってる。俺が狂人だったら一緒。俺が狂人で2一番面で占れないし、狼見えているんであれば、えっと、手かっにいもあり得ることから、全然グレーの村一に釣り先向けると思う。俺だったらね、俺が狂人だったらそうするよ。いうことだけ言っておくわ。7番か。 その意見だけは7番に同意しておくかな。まあ、そういう意見だ、ね。ただ6番があって強靭。<laughs> よくわからんけどな。それだったら7番と一緒に番、えー、と6番釣りたいなって思います、ね。はい。ぐらいですかね。特にはないです。僕は、あ、そうですね。えっ、ー、と、6番さ、これ、狩人をーロスかしてるよね。村にないから6番さ、強靭かな。以上です。1 <laughs> 番。ものまねすんじゃねえよ。発言してください。 はい。霊能でした。えっ、ー、と、5番さんからいきます。占い精査をするということで、ですよねで。5番さんからで、なんかいい,こいいワードが聞けたなぁと思ったのが、5番さんが打算的な白要素を村はね、まあ、つまり余計な、あの変なね、白アピみたいなことはしないで、ナチュラルに行こうぜって5番さんの意思は良かったかなと思いました。で、6番さんについては、話が <laughs> な、な、ゲーと思った。多分村にあること言ってるんだろうけど、 一回で入んなかった俺、頭悪いから。うん。で、六番さんに求めたいのは、なんかそういった話よりも、五番さんのスケールを上げてほしかったかなと思います。で、六番さんなんか役職ねえような的なことをなんかすかしてたんだっけなんか八番さんも言ってたけど、なんか主要、役職、なんだっけ役職ないですみたいな口頭で言ってたんだっけ分わかんないけど。うん。ん俺を聞き間違えたら申し訳ない。で、一番黒いなと思ったのは七番さんね。 ああ6番さんがあって狂人という精査が全くよくわからない。違和感があった。6番さんがあんだけ発言した狼がないって言ったそういった精査が意味がわからないですね。まあ、そこを突っ込むのであれば、6番さん、5番さんの精査はどこ行ったんですかっていう精査はどこ行ったんでしょうかな、7番さんああ、ね。6番さんの色落ちないよねって発言になるんじゃないのかな。うん。ってところかな。 でさ、場面も固まってないのにさ、7番さんってさ、霊能が出てないのに、もうグレーから行きたいって発言って変だよね。うん。なんかすげえ違和感あったけどな。8番さんそこまで突っ込んでもいいんじゃないかなと思ったんですけど、5番さんにそのなんだろう、進行論というか、なんか付け足してるあたりとか、うん、なんか発言意欲は今のところ感じてますね。8番さんについては。5、8、印象いい。6番、印象悪い。7番がサイクロ。以上。1番。 のプレイヤーは発言してください <laughs> 9番さん、霊能ごめんなさい、聞けなかった。まあ、誰か教えてください。9番さん、霊能かな。なんか、スパッと終わっちゃったんで、聞き取れなかったんですけど。で、5番さんに関しては、まあ、特に別にいいって感じかな。進行欄いくらでも言えるんでねってところだね。うん、6番さんに関しては、まあ、持論があるんだなぐらいだったな。7番さんに関しては5番さんのことをあやふやって言った視点がよくわかんないし、まあ、6番さんが黒くないって言って、で、6番さんあって強人っていう視点もよくわかんなかったね。 7番さんグレーから行きたいんでしょじゃあ7番さんから行こう。グレーだし。ういいね。7番さん釣りでいいと思います。8番さんは7番さんの指摘に同意って言ってたけど、7番さんは6番さんに対しての指摘はなんか、視点違ったと思うけどな。そこに同意って言ったのがちょっとよく分かんなかったですね。7番さんは普通に黒いと思います。なんでわざわざ同意しに行ったのだろうって感じがした。8番さんに関しては。9番さんごめんな、なんだったかな。霊能だったかな。誰か教えてもらえたら嬉しいです。 2>, 2番のプレイヤーは発言してください。はい、発言します。自分、占い師ですね、占い師。で、5番白です。これ、聞こえてますかね大丈夫ですか ?5 番白です。であの、9番真やと思うし、1番白だと思うんだけど、7番の色は白やと思いますね。あの、1番さんが今言ったんやけど、7番って霊能から行かずグレーから行こうってたんでしょ。で、1番が言った通り、じゃあ7釣りはいいよねっていう話になるんで、7番オカミの時って言う必要ないですよね。 と僕は思いましたがね。1番さんがそこで7行コーズいって言ってるのは分かりますよ。その視点っていうのはね。だからそれは1の黒よスではないから1も白だと思っている。ただ7の色は白だと思いますけどね、僕は。<laughs> オオカミだったらやる必要がなくて、レンから行けばいいんじゃないっていうありきたりな進行を取ればいいと思っているから、7番の色は白だと思っている。で、8も白だと思っているから。9番さん、真だと思うんだけど、結構7に近か,かっているところから、 あのね、7のね、なんて言うかな、言いたいことはあるんですよね、9番さん1番さんが7にいし、言いたいことは分かるんだけど、寒い攻め立てで7通用しで7白だった時のデメリットっていうのもあるわけなんで、そこはね、ちょっと7の精査っていうのはね、もっと慎重にやってほしいかなと思ったから、僕は。はい。そこはね、黒よそじゃないから、僕、一旦ね、一旦、あの7にいたし、言いたいことは分かりますよ。言いたいことは分かるんですけど、ちょっと冷静にあの7の色を あの判断し,てほしいなと思ったからで9番は、精査の内容から死んだと思ってるんで、死んだと思ってるからこそ、もっと慎重に判断してほしいかなと思った。引っかかったのね、僕、6番ですね。6番ってさ、強人の地釣りがどう残るのって言ったんだけど、強人が地釣りしてくれるんだったら、強人っったらいいじゃん、別に。と思ったんだけど、ダメなんですかね。だって、強人残って最終日 PP って結構ないすか。 割と村のバックパターンって狂人が残ってることだと思うから。狂人がつらいんだ、とそれでよくないですかと思いましたね。ね僕六番ついたですね。以上です。三番。のプレイヤーは発言してください。はい、三番です。占い師でした。八番さんが白と出てます。八番さん白です。えっと、対抗に関しては、今のところ狼と見ていますが、ちょっと分かんないです。二番さん言ってること。めちゃはちゃめちゃだったので。若干狂人もあんのかなって思ってます。 えっと順目的にも、えっとまあ、私もなんですけど2番さんも遅い順目だったのでもしかしたら出てきた強人っていう線も捨てではいません今のところねサイクロ7時点で6かな6は黒要素っていうより単純に印象があまり良くなかっただけです6番っていうのは、えっと、こういう盤面だったらああいう盤面だったらっていう話しかしてなくてまあ強人の地釣り発言もそうだしいやなってみなきゃ分かんなくねっていうことをひたすら言ってたから まあ単純にでです、ね、もしこうだったらっていう話は別に盤面固まってからでいいんじゃないって思ったので比較的、対抗の城先ですがえっと1周目の印象としては5番さんの方はがかったです、まあ、2周目発言聞いてみないと分かりませんが現状1周目では5番さんのいい印象が良かったことからは今のところは見ていませんが、ねがね、7がサイクロの理由7はえっと6番さんあって強靭かなと言いましたがその理由が全くないですよね。 で5番さんが黒いと言っていた理由も全く納得できないです。いや別に5番さんの言っていた印象ってまあ捉え方にもよるとは思いますが私別に悪くなることって何も言ってなかったと思います5番さんって。まあ、色落ちなしかまあ印象いいかなどっちかなんじゃないかなと思って6を強靭で置いたことと5がえっと黒いと言ったことで2番さん言ってましたが別にグレーから 行くっていう発言が白要素になるとは1ミリも思いませんね、うんうん、現状一は白いと思っていますはい。2種目頑張ります四番のプレイヤーは発言してください兄さん坊さん絶対降りないでね主要占い師です六番さん白です兄様さんさん絶対に降りないでくださいね二人街 <laughs> お疲れ様ですという感じ六番さん白です あの多分ん2、3番さんが私が振動位置だからというふうに2票多分集まるような気がするんで村はしっかり考えて今日9番さん確定戦でクロストップさせましょう、まあ、クロストップされるって言ったら私の位置が振動ってなってつられる可能性もあるんですかというところあしやっぱ気になった7番さんかなというとこんでかっていうと6番さんに関しては2、2人形だった場合に占い振動霊能心境だから霊浦かける必要なくてグレー冷たいっていう発言であっ で、7に関してはその前置きがなかったんですよグレでいいって6に関しては2に陣形だった場合例の神経だからいい放っておいてよくないっていう発言があるから6番さんはいいんですが7番さんないからよくないんですよね差をつけるとすればってところうん。やめてくださいね4が6の精査してるって6番さんそう言ってるから黒くないんですけど7番さんっていうのは差があってという意味で7番さんの黒予想をあげています6番さんは白です やめてくださいね。4か6精査したっていうのは。2人形だった場合は6番さん話していけど7番さんしてないからおかしいんですよって話を言いたい。7に関しては。うん2が必死に7かばって出てきた狼なのかなっていうふうに思うんだけど3番さんが。ね、これ3番の、ね、ゃなさんなちょっと2、んの精査がつかないんだけど3番さんが。強人だったら霊能者に出るよなって思うんだけど。 どっちなんだろうねちょっとわかんないけど、圧倒的に7が黒いかなって思っている。1番3に関してはさらっと7が、7を釣ろうっていう発言が出たのがすっげえ村っぽいなって思ったから、1は白く置いてる。うん。う私以外釣ってくれれば、二分の一でクロストップできます。以上。 番ーは2を強人で打ったステ三四郎か、この場合には狩人伸びチャットし終わりということだったので、空があるとしたら狩人の人が何かしてるということですが、範囲地で、さすがにそれはないと思うんですけどね、まあ、もちろん、平和村確定させるためにとかあるかもしれないが、現地で、ね、空がないので、2、3、4、確定で三四郎で見ます。 9番さんのレイノもったいないなと思ったら、9番さんも恐ろしく白かった、白いっていうか、まあ、もういかにもザ・レイノって感じですからね、うん。2、3、4、どうでしょうね、6、7の2、2番面でグレー行く、これね、現状3周になってる番面から、まあ、そういうの予想してなかったでしょうけど、6番さんのグレーから行くっていうの、久々に聞きましたね、その進行論。 で自分に全く精査触れずに、ひたすら6番さん、自分の進行論を伸びてた感じ、自分のどう見えたかっていうのをせめて言ってほしかったな、それじゃないと、自分も6番さんの,あの雰囲気分からないんでね、7番さんに関しては、6番さんの意見の中では、あのこの部分、に1番目の点について言ってた、8番さんはその7番さんのその点についてどういっ言ってたんでね。 だか8番さん七7番さんに同意した点は、ポイントとしては別に悪くなかったんです。2、二番目でグレーからっていうのはちょっとおかしいと思いますけどね。だから、8番さん七7番さんに、うん、同意した点はおかしくなかった。ただ、7番さんが自分がなんかあやふやだから黒いって、1周目であんな精査するかなと思いましたね、オカミが。単純に。これ二2番、んと同意ですね。1番さんに関しては精査はおかしいところなかった。大体言ってほしいこと言ってもらったなって感じですかね。2、3、4、どうでしょうね。3は2をいきなり強靭で目で追いましたよね。 なんか3強人っぽくて24が進路位置のような気がしますが、いや、触ふれるなって言われたけど、やっぱり6番さんの、<laughs> 67を比べてって言いましたけど、そこまで大差あったから、7番さんが6番さんが強人っぽくないって言った点が疑問だったっていうのは結構村目線にあったけどね。いや、いくらでも6個触れすぎて思いましたよ、さすがにね。6番のプレイヤーは発言してください。 はいえー、と今日は占い受賞者から投票します。で、えーと、自分の提案なんだけれども、えー、と1周回って最終盤が全員占い受賞者、2、3、4で発言が終わりなので、自分は占い受賞者に票操作をされないために、完全、えーと、票操作されないために、にえー、と占い受賞者以外は、 占い自称者への投票先を上げない方がいいと思っています。だから自分は234どこに投票するかは言わないで、234の発言を聞いてから投票するとだけ言っておきます。で、えー、と現状を考えていることが7番なんだけれども、えー、と7番の発言は自分がやや把握漏りしているかもしれないから間違っていたら7番に訂正してもらいたいんだけど、7番って22の盤面だったらグレーを釣りたいっていう発言をしたの。えー、とそれがもし自分の把握漏りだったら訂正してもらいたいんだけれども、 7番がもしグレーを釣りたいという発言をしているのであれば、えっと、4が人狼の場合以外は7番は白いと思っている、なぜかというと、番、えっと、23の中に、23の占い師自称に人狼がいた場合に、7番が囲われていないから、4番が占い師自称しなかった場合に、7番の提案で7番が釣られる可能性があるから、えっと、7番は4番が人狼以外の場合、白いと思っている、その点は2番と思考が一致していたから、2番の発言はまあなるほどなと思いました。 でえー、っと占い自称者の中で3番の印象が悪いかな、えー、っと初日の初週の1回目の発言で僕2番目なんだから、進行論しか語ることがないから、それ以外に何を語るんですか僕が雑談をしたら白くなるんですか ?3 番さん。3番の印象が悪いと言っておく。であと残った時間、簡単に言うと。 2日のの盤面の場合にににはがが初釣れた方ななりますよんでかっていうと、初日に強人が釣れた場合に2日目以降って村は強人がいる前提で進行しなければいけないので2日目に決め打ち盤面になってしまう。だから初日には狼釣れる。7番のプレイヤたお、えー、俺さあ、こんだけ頑張ってる6番はさ、進行論。狼はないでしょうって言ってさあ、あって強人、強人の理由はあってだからね。それだけ。 俺さ,俺さ、俺に黒出しされるって言ったら3か4なんだよ。だから3か4を釣っておきたいのが俺の本音なんだけど。っていう話。いやー、どうしよっかなー。つうか、俺別に釣られない自信あったんだけどなー。 あー3番からいくか。でも3番もな、2番の白先の5番白くいったかな、もじゃ5番も白かったから、なんとも言えないんだよ。そうなってくると乗ってきた、俺の意見に乗ってきた、まあ、8番、まあは、乗ってきたっつうか、まあ、そこの一部分だけ抜き出して乗っかってきた8か、それかなんか知らんけど、8、9の意見に乗って、じゃあグレーから7で。 ってった1かっ番は、うん、真、ま、っ、あ、白白なんじゃないでしょうかね。2番は、俺のことかばってきたから、強人の可能性もあるっちゃあ,ある。悪いんだけど、うん、91であそこまで俺に戦いってきて、2は俺のことをぶっちゃけかばう理由ってあんまないと思う。まあ、あの理論で、うん、分かったっちゃ分かったけどえ。でもさ、5番はあやふやだったから、だってさ、そのい 1まあ一発目で進行のいいんだけどさ、まあ、占いから、えっ、ー、と、レノローラーからグレーからっていうの、あやふやだったじゃん、6番みたいにどっちから行くっていう感じで言ってくれた方が白かった。で、6番さんに言いたい。えっ、ー、と、6番さんに言いたかったことは何だっけな。俺、とりあえず今日3番釣るんだけど、えっ、ー、とね、なんだっけ、その訂正してほしいっていう。言っないや、強人がさ、そんなこと思わんでしょ。俺、強人だとき、そんなこと思わないよ。俺、初日釣られないように頑張るよ、そうだったら。っていうところだけ言っとく。 うーん現状黒いち、なんとも言えません、でも俺に黒を打たれたらまずいから3か4、まあ、一応3から入れるわ、以上、えー。まず9番さんに言っておきますが、僕が7番さんに乗っかった、便乗した、えーと、意見を同意した点は、6番さんの発言に対して、強人だったら実力を飲まないっていう発言に対してだけ、7番さんの意見に同意しました。勘違いしないでください、7番さんの考察に同意したわけではないです。 狂人は実利を飲みませんよっていう発言に対して僕は同意しただけです。えー、現状、2番さんが狂人だと思いますね、占いの中だったら。2番さんは、7番さんを簡単に安易に釣りではなく精査してほしいって言ってましたが、7番さんを精査するぐらいだ,、えー、らいだったら、釣って霊能の色を見た方がましです。7番以外を精査した方がましです。7番みたいな訳分からん位置を精査する時間を使うのではなくて、釣った方がマシだから精査しずに釣るんです。 えー、そこに関して2番さんは安易に7番を釣るんじゃなくて精査してください。9番さん待って待ってって。9番さん死んだと思うけど待って待ってっていうのは強靭だと思いました。はい、で個人的に4番がオカミだったときに6番のオカミはないなって思いましたね。6番さんは22番目の話をしていて4番さんがオカミで23神経を見えてたら22番目にするんじゃないかなって思うからですね。4番さんが霊能に出て、 じゃあ22番目だからグレー詰めましょう。7番さんもグレー詰り言ってた。っていう発言ができることから、4番さんがオカミだったときに、6番さんのオカミはない。まあ、これ、当然そうなんですけど、って思いましたね。よっぽど6番さんがオカミのときに、夜時間で相方と相談ができていないとしか思えないから。で、6番さんに返して言うと、票操作をしたいのであれば、占い師、占い師の3人は、えー、白先、自分の城先に投票すればいいと思いましたね。投票操作をしたいのであればね。 シンがに、えー、人外から2票もらって釣られる可能性を懸念するのであれば、占い師は自分の白先に投票でグレ、完全グレー、グレの人たちに投票させるっていう方がいいんじゃないですかって思いましたね。まあ、それは9番さんの意見に、まあ、任せますけど。現状、占いで釣りたいのは、ああ、ちょっと待って、これ言いたかったんだけど言えなかった、ごめん。9番のプレイヤーは発言してください。現状、234結果から言うと2番かなと思ってます。2番さん、ちょっとグレースケール合わねえなと思ってます。 えっと、正直、ここで黒出なくてもいいから、とりあえず真の占い師は釣らないようにしたいっていうところが多んで、うん、えっと、2番さんについては、えー、なんだったっけな、あの精査で旧真だと思うが、もうそこで旧真ってなんでわかんのって思ったんだけど。なんでって思った。どこの精査かって。結局、2番ってさ、俺の精査7番に対しての精査って納得いってないわけでしょ。にもかかわらずさ、旧真だと思うけどってなんでって。 すげえ癖な、癖なと思ったけど、ね、そこで。だってまだ3、4って出るかもしれないわけじゃん,、うん。2番さんがそういうなんか例の対抗で出れる人外なのかなと思ってたんですよね。今回は占い師で出てるかもしれないですけど、2番の陣害が非常に高いですね。安直に行けば2ロロ、7、い6番、うん。これ釣れば終わりじゃないかなと思ってますね。1番さんはちょっとたんなんだろうな、ちょっと発言を、まあ俺の、 がうまく俺がちょっと話す、伝えられてなかったのか分かんないのが、なんか狼っぽくはない。なんか俺の発言聞けてないような感じで緊張感があんまりないっすね。6K 黒いよな、うん、大八がそこまで黒くは映ってないかなおそらく多分3番か4番出たら多分4番ーんじゃないかな絶対スライドしないでよっていう、あの、なんだろ、圧力的な感じかな、うん。 どううだろう間違えたら申し訳ないけど2番3かな行きたいのこれうん、うん、7番3のさ何だろう34どちらかに黒打たれるっていうその何か発言も何か村っぽくはないなよく分からん、うんまあ、67どっちかで終わるだろうなえんと2番かな 発言してください占い師一人ずつ精査していくと2番さんが7番さんを素直にオオカミ耳にない視点がよくわかりませんでした7番さんは5番さんと6番さんに雑なヒートを向けてたこれはしっかり狂わせと言ってもいいと思うかなり雑だった、うん、黒で言いしとかないとオオカミは苦しくなるからね7番さんは素直に黒で見ていいと思ったグレーからい,ついく発言はしないっていうのはわかるけどまあそれしてたら白く見られるんだったら楽だからねそれ以外の部分でも差し引いてもやっぱり黒く見えた 7番さんに関しては、も、ま、う、あ、いいや、占い師の話しよう。3番さんに関しては、えー、っと、2番さんを強人で見る視点がちょっとよくわかりませんでした。自身が強人なのかなって思いました。自分が強人だからこそ、2番さんのことを強人をきしておいて、4番さんが出てきた時に対応できるからっていう感じに見えたったかな。それ以外のセッサは別におかしい点はなかったけど、2番さんははちゃめちゃだったから強人もあるっていった視点が、改めて3番さんの視点どう思うのか教えてほしいです。 4番さんに関しては、2番さん、3番さんに投票されるから私投票しないでっていうのがすごくね、なんだろうな。普通、素直に見てたら4番さん真に見られると思うんだよ。心労一だったから、心労一だから釣らないってなると思うんだけど、2番さん、3番さんから票から集まるから村のみんなは考えてって言ったのが何のアピールなんだろうと思ってた。普通にしてればいいのにと思ったねあ。あ、よくわかんない。占いに対しては。よくわかんないですね。2番さんに対し関しては7番さん改めてどう思ったか教えてほしい。 たね、6番さん、7番さん、占って、その結果見て考えればいいと思うけどね、他占い必要ないかなと思った。うん、どっちか狼だと思うけどね。6番さんに関してはね、占いの釣り先、占いの投票したいところ、ん占いがっていう話かな。釣りたい先言わないでって話だったもんね。6番さんは3番さんの印象が悪いって言って、結局3釣りに持っていこうとしてる感じがしたかなと思った。7番さんに関しては自分が黒塗りされるから3、4どっちかっていうのは意味不明すぎ。 2>, 2番のプレイヤーは発言してください。さいうんというか、7番がオカミであのの、7番がグレーから行くっていうのは、レーノが日曜だった時に、そこ、心境で見てるからグレーから行きたいって言ったんですよね。そうやってグレーのオカミを釣りに行きたいって言ってて、7番がグレーの状態だった場合、自分が釣られる可能性もあるから、いうメリットがないですよねっていう,いう話なんですけど、かけどね、島さん分かんないですかね。 新京だ,だからそこに名をつかんじゃなくて、オオカミを釣に行きたいっていうのが7番さんの意見だったんで、7番の村勘定かなと思ったんですけれども、っていう話なんですけれども。かもおかしいですかついて7番の黒いよさですか本当にい。言ってる意味わかりますかね例のか,から行かなかったら黒いんですかでそれは。じゃあ7りましょうよ。ほんまに黒なんですね、1番さん。えそこまで角覚角があって、ほんまに7釣りをしますかて ?7 黒いって言ってますか,か僕7白いと思ってますけど。今7釣れます なら黒いと思ったら釣れますよね、一番さん。いいって、なんで青ってんの番釣れないですよね、あなた。なら黒の確証なんかないですよね。はい、うん。<laughs> 何言ってるんですかいやい白いと思ったら八番から。いい僕がね、狂人があり得るのは、なぜかって言ったら、九を真だと思うって言った点ですよねでも。あのね、霊能っていうのは神教が多いですよね、ケースとしては。だから僕が狂人の場合は、えっと、九の真っていうのが分かっているから、僕が狂人で占いして出たっていう精査は分かるんですよ。じゃあ9番さん言いますよ。じゃあ僕、狂人ですよね。 じゃあ三四どちらかに狼いるんですよ。あなた白しかいないんですよ。僕白しか出ないんですよ。つったところで。真なんで。狼ついていきましょう。黒出しましょうよ。って話なんですけど。三四ど,どちら狼で見てるんですか。九番さん。僕ってあって強人ですよね。だったら九番さんの精査で言ったら。三四どちら狼で見たらかっていう精査はちゃんとしてほしいですね。僕四番が狼だと思ってますね。じゃ四ついます。い以上。三番。のプレイヤーは。発言してください。 はい1番さんにお答えします、えー、と現状、2番さんが強人で、4番さんがオオカミかなと思っています。言,言えるように、ま、言いたいんですが、したしたね、私は初週、2番さんを今のところオオカミと置いていますときちんと発言しています、いつの間にか2番さんを強人で置いているという発言にすり替えられてるんですが、えー、と今のところ2番さんのことをオオカミで追っていますが、2番さんの発言がしり滅裂だったことから、強、えー、人もあるんじゃないかという発言を残しただけです。 これがなんか不自然に感じ私、ねうん、は2番さんのことを狼おきしていましたよん。で、1番さんはやっぱり白いなと思いました。えっと、4番さんが、えっ、ー、と、で、2番さんがね、今言っていた理論ってめちゃくちゃ意味わかんなくて、<laughs> うんと、なんか1番さんになんか、7番さん黒って見えてるんですかわかんないでしょみたいな謎はつかけてましたけど、2番さんって別に7番さん占ったわけじゃないのになんで7番さん白って逆に。 確かにいや申し訳ないけど私は7番さんが言っていることしかも、えー、と黒打たれたら困るから3番釣りたいとか言ってるしいや私真なんですよあなたが白だったら白しか出ないはずですよねマジで意味わかんないと思ってます村目線じゃないな発言がと思ってるんですよね 2> で、えー、と2番さんはそこ怪しいところを露骨にかばいに行ったと思っていますよ6七が黒いんですよ うん、で4番さんが、えー、っと出てきて6番さんに白を打っている逆ね4番さんって4番さん目線3番か2番にオオカミがいるっていう目線ですよねで私7番さん怪しいって言って7番さん釣りをしてるにもかかわらず4番さんも7番さんサイクロなんですかってことは4番さん目線2がオオカミなんですかねその内訳もめちゃくちゃなんですよ4番さんうん ということから、4番さんオオカミ、2番さん強人って思って、2番さん、ね、に強労使精査をしていませんが、3番さんはそれは自分のオオカミ仕様でよろしいですかというとこなんですけども、えっと、私の席に座って9番さん考えてほしいんですけども、私目線、2番さんがもし、えー、3番さんが強人だった場合、まあ、2仕様にするのって弱いんですよね、私が出なかった場合。 わかりますか23でにしようだった場合3番さん狂人だとバチクソに弱いんですよグレーに二郎になるんでなんで3番さんオカミだと思ってますもうちょっとこれの子は割愛するよ私の席に座ってみて3番さん狂人で置いた時めっちゃ弱いよ2郎いるからグレーにだからほぼほぼ3番さんオカミで置いてる まあ、2番さんに関しては単純に7かばいに来た狂人かなと,いうところ。あのまず人外から見て 3C 目に裏。超人気部屋ね、まずね。超人気部屋でね <laughs>。あの 3C を出てきた占いして、バチクソに死んだから集まるに決まってんの、1に返しておくと。うん。いやなんで私出てくるねんってとこなんですけど。46ってこと言わなくていいじゃん、じゃあ。<laughs> いや でな何かわざわざそれを考えて,て,てんのもう私の席に座って考えてるしか言えないから割愛するよそこは3番さんが7と書いてるのは明日白出すのか単純に、まあ、37がないのかっていうのは分かんないもん結局切れないからね、うん、7番さんは別に真の占いすらなければ自分に黒刺されませんよあなたが白なら本当にはいだから どうやっても私が真なんだよ、人外から見たら、こんなさ、霊能者確定してるとこから、振動ですね、4番さんって釣れるやん。それは1番さん分かってほしい。私は9番さんにクロストップさせてあげたいから3番さん釣ってほしいです。お願いします。投票を自分でいいかもな、これ。案外。本当に私を選ぶのですか考え直した方がよろしいのでは 4番のプレイヤーが選ばれました。4番のプレイヤーはクロスソップで検、ね、待って、誰が入れたのこれ。1番さんうん。なんで分かんなかったんだろう。うーん。じゃあ、8番さんの接合切れもやばいし、普通に。もう、これ。 クロストップできんよ、普通に。私、死んだからね。で、多分朝明日3番さんが7番さんに白を出すと思います。なぜなら理由を言うとすれば、7番さん私に入れる、3番さんに入れると言って私に入れている。うーん。いや、まあ皆さんは多分、グレーの一人が皆さん村だから分かんないと思うけど、もし皆さんが2、3番さんで人外だとして、3番目に出てきた4番ってめちゃくちゃに死なんですよ、人外目線。分かりますか 村の皆さんわかんないと思うけど23で自分が人外だった場合に3番目に出てきた4番ってめちゃくちゃニシーンなんです。そう言わなくていいですそんなわはわいやー 5, 5番3に入れてんなら白いね多分8か7だと思うんだけど多分3番さんは多分明日7で白出すと思います。 37ローで。で、2%強人だと思う。で、明日番さんの結果が私、白と出るので、もう3人完遂してから最後7つってください。うん。うん、いや、だから嫌だったんだけど、本当に。いやー、悲し順の問題もあるね、いいポジション的なものも。うーん。 普通に死んだだからもう兄さんの結果は信じないいでください私で白が出ます私強じで、白出て私が強人って多分押し通してくるんでしょうが、私が強じで3で、うで出る意味何ですか今のうちに言っておきます。白が出るんで、死んだから。はい。例ので出ますのであればというところ、7番3と3、7が3、7だと思ってます。以上。夜が来ました。目を閉じてください。 楽しに見れんなぁ3はなんか素直に盤面的にもやっぱ2を強人もあるって言った視点もなんか強じんくさいしなぁあれ発言ないは一番いいの間違いないおおでけ五番のプレイヤーは発言してください二、えー、番3結果お願いします9番さんも結果お願いしますレンガ 白、はいまあ、でしょうね <laughs> なぜ4に入れたのかっていう大疑問があるんですが3番さんが一番偽っぽい強人っぽいと思ってもうねこれねあのどうせ関数になると思って4番新郎一であったし2番さんも新郎一であったし3番さんももちろん王返もあるんですよね強人っぽいと思いましたけどだからをするのはちょっときついなと今回の村は思って。 自分3番さ3ん投票しましまたうーんまあね昨日23がと揃って4に入れたことから23の新浪漏昨日そういう話なかったけど23の新浪漏 4C の23ロ漏っていうのはまずないと思ってますね4釣り殺してしまうともう23釣り切られてもう終了なんでだからこの場合新浪漏なくてグレーに一浪 うん、4番さん出たことから、4番さんが3、もう自身も言ってましたが、あの4番、3番目の位置で強陣で出てるっていうのはなか,なか考えづらいなと。4シーンで2、3、どちらか強陣狼という目線が一般的じゃないかなと思う。もちろん2、3は4を強軸で置いたときのお互いのフォロり合戦が始まるわけですが、それに関しては2、3の話を聞いて決めたいと思ってます。どちらの占い結果が欲しいかっていうのも重要になってくると思いますけどね。 うん、さ二2人とも6白でしょうだから6角白なんですよね7番さんそんな狼っぽくないと思ったけどな昨日もそんなに狼っぽくないと思ったんでねやっぱ自分目線8か1なんですけどそれういうのちょっとわからないな1番の方が白いと思うんですけどね6番のプレイヤーは 4番はほぼ新占い師だと思っている、で、えー、と占い勝者の中でサイクルは3番、3番はおかしくて、っていうか、あと3番以外にも言いたいんだけれども、昨日は2投票しかなかったと思いますよ、で9番自身も意味がわからない、うん、霊媒師の、えーと。9番って2番の投票を指定したんだよね、だから自分は 2, 自分は2番に投票してるのは、単に発言とかの理由は一切なく、えー、と確定霊媒師の9番が2番の投票を支持したから、それしかない。 だから昨日は2番に投票しなければおかしくて、おかしいと思っていて、でかつ3番がおかしいのは、3番は確定例外止の9番が2番を釣り押していたにもかかわらず、3番が4番への投票に釣り先を、つり先を強制的に操作したところ、えっと、自分の推理は3番が人狼だった場合、3番が人狼だった場合、3番の主観目線、表の推理では4番が新占い師がほぼ確定しているので、3番の主観目線、3番が人狼だった場合には、4番が新占い師であるということが分かっているから、 9番の確定例外使が2倍の投票を支持したにもかかわらず、4番へ投票,票を操作したと思っているから、3番が人道で2番が強人だと思っている。2番は、2番自身が9番から、えー、と票先を向けられているから、2番については3、4、どちらを票先に向けたとしても黒くはないが、だから2番,2番は裏の推理だったら、一応、新占い師はあるんだけれども、強、まあ、人が。 えっと、占い師を3番目に受賞するということが表の推理ではないと考えると3番人道で2番強人だと思っているだからその点で5番は白くて5番が白くてえっと自分自分の表の推理では5番は白くて17がサイクロになると思っているっていう感じかなはい今日3番釣りたいかなと思っています7番のプレイヤーは サイク高で置いてたじゃん。サ三本4もさ、目線おかしくねサはさ、俺釣りをしてるし、4もさ、俺を釣りをしてるからさ。なんかさ、お互いおかしくね <laughs> 唯一は残ってんのは27ラインだと思うんだけど。あちなみに私、カリウドです。だから全然、だからグレーじゃないです。しかもさっきも言ったけどさ、俺釣られない自信あるって言ったんだけど、一超黒いな。一が黒い。 で、2が、まあ、占い師はパ出たでしょ、3番が人狼,人狼だったら、まあね、5番、2が5、白打ってることから、5番はもう白くなっちゃうって話、うん、5番はもう各白で置いていいと思ってるよ、俺は。今4番死んでおくんだらね、って話。まあ、5、6、まあ、俺も死んでみちゃう,っうるだから、残り8、1、うん、2番はあった。 で2番人ロあるかなでも3番おかしいよな6番占いだもんなでも2番もさ6番占いさ出すの超遅かったしな超おかしいよなっていうのがあるんだよねうーんどっちから行きますかあ,あカニウッド太鼓出たらそれ以外確証になりますよどうですか出ていいですよあ,あす、ね、9番さんにはもうらボコボコにされるしでもカマリチにならなかったからよかったそれぐらいかなうん 役立ったよ、君は。以上。あ,あと1番。さあさあ、俺だけじゃないの ?6、8、1ってさあ、俺はさ、3番ツリー、りまあ結果的に4番に行ったんだけどさ、他4番もおかしいから。俺だけじゃん。ねえ、占いし、誰から行くって言ったの。おかしくねまあ6はもういいや。だから8、1のどっちかしよう。うん。だからね、4進で置くんだったらさ、もう5番、ま、真っ白じゃん。うん。 そんぐらいだから81の精査をしていきましょう村はって思っております。ああ8番のプレイヤーは発言してください。あの9番さんにお願いしたいんですけど投票情報だけ教えてください。すみませんちょっとフリーズして再起動したんで投票全く消えてて投票情報だけ教えてください。えっと、4番釣りって相当やばいと思います僕は。僕が投票できる。 立場だったら僕は2番さんに投票するつもりでした。なぜかというと、2番さんが、えっと、1番に対してせ、えー、の圧をかける必要がないんですよ。じゃないって思う。で、6番さんの意見、確証だけど、3番がオオカミで、4番さんのシーン見えてて、投票操作した、誘導したって言うけどそ、そういう場合って、2番さんが強人で、5番さんオカミ囲えてる場合だけ、3番オカミの、ありがとうございます、後で精査しておきます。4番誘導でしょじゃなくて、 三周目に出るから、三番視点って四番が真に見えて投票した、誘導したってことそう見えたってこと普通に三番狼の線で行くんだったら、二番が狂人で五番さん囲ったっていう視点になるんだけど、表の推理だったらね。あなたの言う表の推理だったらって思うんだけど。ではなくて三周目が真に見えて投票,投票を誘導したってことそれはあんまりないと思うけど。えー、てか、やばくねてか、四番投票誰だよ一二三七。1, 2, 3, 7 ああ、そうか。さんから投票もらってんのか。まあ、全然二番 <laughs>、2番落としていいと思ったんだけど。2番落とすべきだったんじゃない初日。4番釣りって相当やばいと思うけどな。えー、そうか。1、2、3、7。なんで4番に投票したかだけ聞きたいですね。市松さんには。2番発言は明らかにおかしかったと思うんですけど。 一番新名がないのって二番だから初日に二番落とせばいいと思ったんですけどそれは9番さんも言ってた通りだと思うけど一番新がなの占い師を落として情報を出せるべきなんじゃない4番焦って釣る必要ないと思いましたけどはい以上です9番のプレイヤーは発言してください7番、うん、さん彼に申し訳ないああ、ただ昨日7番さんの発言の後1番さんの発言聞いた時1番さん黒いなと思ったのが、うん、えっとえっ、ー、となんだっけな ああ、そうそう、なんかね、声色がすげえ浮ついてるプラス、なんだろうなぁ、67の占い誘導とかさ、うん、結構臭いなぁと思った。なんか狼探してるっていうか、精査してるっていうよりも、なんだろうなぁ、あんまりそういう感じしないんだよね。67占い誘導して7が来る。なんか一番さん自身の,その意見っていうものはなんか感じられなかったかな。あそんな感じがする。うん 6番さん、申し訳ない。俺はなあの、なだろう、3番さんと2番さんの次に聞いたら、まあ、2、んどっちもどっこいどっこいだったんだけど、3番さんの方が失言めいてるかなと思って、3番さんに投票変えたんだよね。っていうのも、3番さんっていうのは、えー、2番に対して当たった時に、2が7を占,占ったわけじゃないのに、7のことなんでそんな白起できんのみたいな。なんか占ってわけじゃないのにって、3番が占いして、それでさ、3番がなんだろう、2番に対してさ、占ってないのになんでみたいな、そういう、なんか、若干失言っぽく感じたんだよね。 なんか、占い師っぽくない。なんか、ふさわしくない言葉遣いが。ああプラス、えっ、ー、と、2番は村目線ではないって3番さんから発言したんだけど、だって3番目線って2番は人外なんでしょ村目線かどうかはどう、賞味ど,どうでもよくないと思ったんだけどああ。で、その3番が1番白いって言ってるんでしょ ?1 番さんなんで4番さんに投票したんですかね確か1番さんって4番さんのなんかアピールが気になったんですよね。 昨日の3番さんの発言だったり2番さんが4番さんを狼で見た理由がないことについてはどう思ってるんでしょうか ?1 番さん。現状行きたいのは3番さんかな。以上。番のプレイヤーは発言してください。はいまず9番さんに返しておきますね。まあ、怖い色が上ついてる。まあ、それはもう仕方ない。喋り方。で、1番さん自身の色は、えっと、なんだっけ、の、えっと、内訳が見えなかったって話かな。私は6、7、どっちかは狼だと思ってましたよ。違いましたけどね。 6番差に関しては、えっと、なんだ、釣り先を言うなって言ったのに、結局3番の印象を言ってたのが、なんかちょっと矛盾だなって感じたのと、7番差に関しては、なんかね、4番、3番は自分に黒出しそうだから、3番、4番つっときたいっていうのは、まあ、素直にもう訳わ,わかんないから黒って見て、別にそれ不自然じゃないと思うけどね。6、7どっちかで終わりと思ってますけどね。まあ時系列がちょっと違うかなって感じ。4番差に関しては狼だなって思った。うん、だって、 発言のさ、9割8割がさ、だって私3番目に出ないよ死んだよ死んだよみたいな。ずっと言ってたよね。そんな言わなくてほっとけばいいのに。私が言われてもさ、堂々としてればいいのにって思ったけど、狼じゃなかったんですね。狼だと思ってた。1周目も2周目もその話ばっかりしてたからさ、思った。2番に関しては私に圧かける意味もわかんないし、7番が白だったらどうすんのって言ってるのもよくわかんない。9番にも圧かけたけど、よくわかんないと思ったけど、よくわかんないシーンかなとも考えてた。3のことは狂人だと。 思ってる。やっぱり2番さんを強人ん示唆したのが示唆であったとしてもやっぱ不自然かなと思った。でいろいろ考えたけどまあ四番さんが発言内容が拾えなかったってとことは四番さん言っちゃったねあそこはごめんなさいって感じただ白出てる以上、まあ、真かなって思ってるとこだねーうーんまあ誰も真に見れなかったって2子目も言ったと思うけどねそんな感じかな。現状5番さん そんなもが見えないから8黒かなと思ってるけどどうなんだろうね、うん、8黒だったら私にもっと圧かけてくるかなよくわかんないけど、まあ、今日は3でいいかなと思ってる 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいまああの9番が弱かったら弱かなと思ってたんですけど3番が真だったら僕偽なんで僕が占いないんでね、はい、僕が占ってないのにという発言が出ること自体がまずおかしいんでね3番に関しては 1で一番さんに言うけど、9、1に圧かける意味がわからないって、あなたがあの狼オカてあげてた6、7隠くしのようになってるんですよ。あなた単体精査できてないじゃないですか。できてないんですよ、あなたの単体精査って。わかりますか,かあなた発言精査できてないんで、あなたの視点がおかしいんで、叩いてるんですよ。意味わかりますだからあなためっちゃ黒いんですよ。<laughs> 今日三3番釣ります。で、1番さんって6、7が狼だと思ったんですよね。で、5、8ですよね、残ってるのって、どっち狼で見てるんですか ?8 つってん。 その結論ないんですよね。6、8がどうだったらどうだったらって、そこも隠しろになってるんで、意味わかりますかね。で、9、1に圧かける意味わからない。7、変わるだったんですよね。僕も知って当たってるじゃないですか。あなたたちは狼でおったんですよね、7は。当たってないだろうね。かおかしいんですって。 <laughs> その視点がおかしいから叩いてるんですって。その圧かける意味がわかんないんですか視点のがおかしかったから叩いたってやばくないですか <laughs> だってあなたがオカミだと思っているが確証になってるんですよ。まずそこを認めてください。あなたが怪しんだところは確証になってるんです。で、あなたが白いと思っている58、どちらかにオカミがいるんでしょうあなたが村だったらね。うん、なんでその精査をせずに僕を叩いていくるのか全く意味がわからへんのあ,あなたが精査間違ってますよ。わかってますか今日は3番つってください。 で僕の視点は八一1 7ってどちらかが白出れば残ってる方が黒ですね黒は出ればそこが黒です以上三つってください以上三番のプレイヤーは発言してくださいあのまずね四番に白が出たからって脳死で死んだれっていう思考やめてもらっていいですかまずでそれで四番を新置きするんであればこれから始まることはめちゃくちゃ茶番だからもう早く終わらせたいと思ってる で9番さんはあのシンプルに私の話をちゃんと聞いてくれていませんね。あの、精査も声がどうのこうのとかって言ってて、全然盤面精査とかさ、してくれてないじゃん。2番さんは今日のし、えー、と結果もめちゃくちゃ遅かった上に、精査自体も和やくちゃだったことから私は4が狼だと思って釣ったけど、4が狂人だった。2番さんが狼ね。 えと私が、えー、と村目線じゃないと言ったのは2番じゃなくて7番のことです。7番が、えー、と自分に出されたら困るからという理由で私を釣り寄せているのが村目線じゃないって言ったんです。7番に対してです。2番じゃありまして、2番は人外なので。うん、で、えーと、2番さんが狼軸、えー、で考えると、いや、私、正直、えっ、ー、と、 あで誰かにも言われたんだけど6番さん占いが納得いかないみたいなことを言ってたけど嘘でしょって思いましたえ6以外ないと思ってますけど6は私の怪しい位置にも入っていたし仮に白が出たらそれはそれでいいと思っていますよなぜなら2番さんの占い位置も絶対6になることから6占い以外ないと思うんですがで2番さんは上げ足取りで なんかその占ってとか言ってなんか,人外かんな言うてるか3番がまともないでしからちょっとつりづりけどいや、クロス占いしましょうとか言うでしょ。人外に対してでも。めちゃくちゃアゲアストリーだと思ってるよ。うん、現状は、一番が白いことから5番が狼かなと思ってます。投票を始めてください。ありえ、んオラじゃないべ。 三 <laughs> 番。のプレイヤーが選ばれました。には、まあ、いいっしょ。明日、<番>私にこの出ししてきたら、また考えればいいんじゃない。発言してください。あの、めちゃくちゃ納得いっていません。えっ、ー、と、四番さんのシーンを追っている人は、四番さんに白が出たからという理由だけですか。 いやもうだったら意味なくね。もう盤面とかさ、発言精査とか意味なくね。4番さん言ってたことって3番目に出てきてるから死んでしょ。どう考えても死んでしょ。だって3番目に出てきてんだよって言うだけですよ。いやもうそれです結果、白が出たから信用よね。いやもうマジで人狼殺って言うゲームとして終わっけでてよ。も番にたし,しかも2番さんの初週の発言から聞いて2、に。 いかないっていう信仰がマジで意味分かんなさすぎる。2番さん狼でしょ。だって2番さんね、1番さんに何か圧かけて、番6、番 6, 7に圧かけてどうのこうのとか言ってたけど、あなた、えーとそ、この週の前、1番さんにめちゃくちゃ謎圧かけてましたよね。それは一体何なんですかねいや、しかも結果出しも遅いし。 えと視点も尻滅裂になっているからこそ私は初週2番さんが強人じゃないかって置いたんですよ。でも結果として4番に白が出てることから4番が強人だった。多分2番さんがなんかあの死滅裂でぐちゃぐちゃな視点もねなっていることからこれは無理だと思って出てきた強人なんじゃないでしょうか。うん、え申し訳ないけど私は村目線2が えと<チ>一番新名ないっていうのは村目線でも多分分かってくれてると思っていてただ私は2番三4、えー、になった時点で2が強靭だと思っていたから4を釣り下しただけですよそれで白結果が出たからって言って新進行で行くのはマジで茶番でしかないと思ってます。絶対番っあっちがおかみだったらもっと僕に圧かけてくる気がするけどな1黒まで行きちゃっていいんじゃないかなと思うけどなこの番目。 ただ2が死んだと思ってる可能性もあるか3 8だったらありえるか3 8だったらあるよな でも2が1しょだすけたらまあわかりやすいね朝が来ました。 昨夜死んだのは九番、一番のプレイヤーは発言してください。二番さん結果は八黒。八番さんになった理由教えてほしいですね。 3八黒なら割と納得だなと思ったんですよね。8番さんが私に圧をかけてこなかったのは2番さんのシーンもあると思ってたから、だから5番さんに、私が5番さんに8番さん圧かけるべきなんだけど、私、いや違うわ、それだったら1番に圧かけるべきか。2のシーンが多いんだったらそうか。いや、なんでもない。1黒、一番占わなかったな。あんだけ叩いていたのに、2番さんは。 38黒かなーうーん、どうだちょっとまた考え直すか。ちょっと違いましたね。うーんと、えっと、まず、あ、まあ、2番の話はいっか。今日2つって、まあ、2番さん時系列がおかしいよね。7は狩人だったじゃん。ほら、言ったじゃんって言ったけど、じゃあ狩りでさ、じゃあグレーから集めたいって話しないよね。7が狩り、仮に狩りだったら。あと自分が釣られるかもしれないじゃん。狩り使用してないんだから。 その理論はよくわからないし、6。7。2が白角になったのは私が発言する前だったしね。私は67黒だと思ってたけど、白角になったで58のことをとりあえず黒いと言ってたけど、その発言も拾わなかったよね。だからマーサの発言はね。まあ、仮使用した後もなんか意味わかんなかったけどね。何やってんだ？こいつって感じだったけどね。うん、5828黒。 2番三振進行だと S3 いやー待ってちょっとわかんないねちょっとまあ明日話すかなちょっとごめん8黒ロックで考えちゃったけど5もあるのかなえっちょっと分かってないごめん明日ちょっと話しますねしっかり今日2つっていいと思う2はちょっとなんかわけわかんないし五ロックやめてね二 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいあの違うんですよあの1番さんしっかりしてくださいね あの僕って5、6、白出てて、7、カーリウトじゃないですか、8は占おうほうが、1占おうかうが、どっちでも結果一緒なんですけど、分かりますかないよ <laughs> あの占い、なんで1あんだけ叩いて1占ってないんだって、どっちでも一緒なんですけど、1かない8、8占った理由、8、んで8が僕に入れてるんで、鬱陶しいから占っただけですけど、だどっち占ってもいいんですよ。 で時系列がめちゃくちゃって言ってますけど、だから七がカリウドで、だから七の,のグレーからいくっていうのを一番さんはあの黒要素で取ったんでしょだからあれは別に黒要素じゃないよっていうのを僕は初週からずっと言ってて、だからそれが黒要素じゃなかったでしょっていうのを結論としてあげてるんですけど、わかりますかねだから一番さんはそれは黒いって言ったんですよ、七が。だからそれは黒くないよって僕は言,って言い続けてたんですよ。<laughs> だか事件列めちゃくちゃだ。いいいそういう話じゃなくて、あなたが単体制作できないんで、それは違いますよって言ってることなんだけど、一番はそれで僕を叩いてくる意味が全く分からなくて、三八ローロで追ってるんだから、あの僕、死になりますよね、改めて。なんでそこで僕のことにつかかってきてるのか、全く意味が分からないんですけど。大丈夫ですか大丈夫ですかね。<番>はい、8番来るわね。8つってください。8つってください。それで終わりです。はい。一番さん、しっかりしてくれたのから。5番。 いあのまあ3のシーン、絶対ないと思って昨日投票しましたね。絶対ないと。3番さんはもっと自分の発言を変えり見て、あの完成させた方がいいですね。3番さんっていうのは4のシーンで見るという目線おかしいですよ。ひたすら2の相方置探してください。普通に考えた3番さん目線2が黒いになるんだから1、1>, 1、2のあんなプロレス見たら1、2、黒はないと思うでしょ。5、黒い。だから5番の黒いですよそをひたすら上げるべきですよ。<laughs> 2の相方は5だと。4、新進行であろうが、4は6にしか結果出してないんで、ん4、新進行で以こうがどうであろうが、この村目線は今単体制査なんですよ。4、新進行で以こうがね、6、白出てて、2、3から2日目に,共に6、白出して、各るになってる。るね、この時点で4、新進行で以こうが、どうのこうの関係ない3番差は2の相方はひたすら制査すべきだったと思いますね。で、最後に1、は白いから5かな。 そんな理由全く飲めないと思って、自分は3番さんに投票しました。絶対3番さんのシーンだけじゃないと思いましたね。で、その発言を聞いて、8番さんが2番さんに投票した理由をはっきり言って聞きたいですね。聞きたい。8番さんが昨日二2番さんにあの言ってたら、ね、2は釣るべきだったと、と信めない、占い師を落とすべきだった、じゃあ違いますね。自分は大回目の、あくまで大回目で、なおかつ2攻めですね。そこだと思った。それでも8番さん必要に2番さんに投票してたっていうので、3、8億回目あるんじゃないかなっていう現状思ってますけどね。 これでとす自分が村でやることから2一狼,狼だけは見えないんですよ、はっきり言って。この2一狼ならすごいと思います。もうすごいと思いますね。もう作戦を練りねって考えた結果のあのプロレスならわかるんですけど、2一 <laughs> 狼だけはまずないと思うてて <laughs>。プロレスはいいけど、3一狼があうかって言白きって言って、<laughs> 自分にこを 狼って言わないと、ね、<laughs> 勝手になんか殴られてるだけなんだよな。な、うん、白角に会った前ぐらいです。一馬さんの村やそっていうのがちょっと一個だけあって、あのだって死んだとあ狼だと思っちゃったんだもんっていうあの感じ。一番千代馬さんご出演した後のね。六番のプレイヤーは <laughs> 発言してくださいまず3番は、えーと、自分の質問に対して変動していなくて、えーと、3番の真が見れない根拠は、5番が言っていることと違って、えーと、自分が前日に言ったことは単純で、3番が真占い師だった場合には、2番を釣るって言わなければいけないから、ただそれだけ、なぜかというと、9番の確定霊媒師が2番に投票すると言ったから、 あ確霊媒師が2番に投票すると言ったんだから、自分も2番に投票します、村の皆さん2番に投票してくださいと言わなければいけなかったのに、4番に指定を変更したから、あなたが新占い師だった場合には全くムラりがない、3番自身が4番が人狼と推理したとしても、あなたに票が集まる可能性があったから、だから自分が釣られ,る自分が釣られないために、強人でも釣れ,釣れた方がいいっていうことをしなければいけなかったから、3番のシーンがないと自分は思っている。でえっと で3番が偽の占い師だった場合に4番に表先を変えると狼があるのが3番が人狼の場合でその理由は、えっと、2番が5番を囲っているからではなくて、まあ、単純に3番目の占い自称者としては強人が出る、えっと、3番目に強人が占い師を自称することがあまり狼おがないという単純な推理から3番が人狼だった場合4番が新占い師と、えっと、主観目線推理できるから,から3番三番狼二2番強人4番新占い師が一番通るかなと思ったんだけれども2番 うんとね、2番が強人だった場合に2番が強人だった場合に2日目に自分を隠しろにして客観グレー幅を狭めていてで完全に誤爆する危険性を犯しているからうーんちょっと2番占い先占い結果の主張が明らかに2番が強人ではないから。 ちょっと考えていますで、えっと。グレーの中で単体で黒いと思っているのは1番。えっと、時間がないから明日言うけれども、1番の推理は薄すぎると思っている。<ず>だから自分はグレーの中では単体では1番がサイクロだと思っています。や<ば>薄かったのは間違いい。に。発言してください うん番3番が真だったとしたら2番人狼でしょ、そしたら2号しかねえと思ってる。2、1はプロレスだし、2番、8黒だしてるし。まあ、ちなみに、3番入れた理由は、まあ、8番の色を知りたかったプラス。さ3番もなおかしかったし、俺、3、4、真、ま、教、あ、で、鍋 <laughs>、楽勝に黒と思われてか,か8番から行こうかな、どうしよっかなーって思ってる。 やっぱね、おかしかったのはさ、3番はさ、2、3出てる盤面でさ、しょっぱな。3は7、どう考えてもおかしい。まあ、ツリー置じゃないけど。ね。そしてさ、4番は、3番を狼軸で置いて、だから、4番も7番、<laughs> おかしい。ツリー置上がってる。でも3番目線2周目、4番狼軸で追ってるから、でもな、6、7、怪しい。うん、おかしいでしょ。<laughs> 俺、3、4のシーンはあんまり。 3番人狼か、その後と5はないから、あーうんって話。2> 番,2番が死に見えてきちゃうな、でも1目線は2死になるんじゃないのって思っちゃったけどな、あーっていうのは。どうするか、1と8、5。3を死んでみんだったら2人狼、5番人狼っていうのはありえる、超ありえる。 まあでも8が固くないに2を行こうとしてるのがね、おそれはおかしいよね。でも2の2日目のさ、占い結果の針結構育ったからさ、俺、そこなんだよなーああ、きつい。8番から行くか2番から行くかは、この、<番>これはちゃんと手をして決めたいと思います、今回は。どうせかわれるし。<laughs> うん、以上。8番。 のプレイーいやーむずいな発言してくださいえっと5番さんに発言をまず返すと3番と2番に関して僕が2番さんに投票した理由まず占い師っていうのは別にグレー精査はいらないと思いますなぜかというと3番目線のグレーっていうのは、うん、えっと86だから、えー、残り5と1番になるじゃんだから対抗がつられた場合3番が死んだった時に占い結果落とせばもう精査終わりなんだよ だから3番って2の,、えっと、2の相方の精査をするんじゃなくて2番が先につられれば必然と占い結果を落として、えっと、黒,け黒先が詰まるから別にいらないんだよ。なんでそこを偽って決め打つのか俺には分かんない。で、2、3で比べたときに2番って明らかにいらないでしょ。占い師の中で。で思わなかったの。<laughs> 人狼殺の占い師の精査が独特すぎて俺には分かんないんだけど2、3で比べたときに2番って明らかにいらないでしょ。 1>, 1番にずっとつかかってそれをプロレスって言って1番村要素で取るんだったら別にどうでもいいお前の中で勝手にやってろって思うんだけど <laughs> じゃあ2一がやってて2番って1番にしか触れてないんだよずっと7番初日釣り位置じゃなかったよね1番さん間違ってましたよってで俺に黒出したでしょで俺に黒で1番さん5と8白って言ってたけど8番黒だよって一1番にひたすら煽ってるだけじゃん 2>, <laughs> 2番さんいるのこいつ占い師の中で最もいらないのが2番なんだよあそれは納得だなぁ 占い師精査いらねえだろ新占い師が残った場合ってグレー2なんだから詰まるでしょ番 ?3 番が1番占って白だったら5番が出てきちゃ2番の相方探す云々よりいらないよ、そんなの。意味がわかんない、マジで。そ,それで占い精査で3番絶対真ないとか言ってる5番さんマジでありえないと思ってるわ。どういう人狼やってきたのって思う、本当に。2番いるの真ないだろ、こいつって。思わない、普通。それで3番真絶対ないから3番釣りますって。マジで意味わかんないけど。ありえない。 理解ができない。リ番のシーン終える、まあ、ないだろう。リバンがシーンだったら一番占うって普通思うでしょ。7番さんも。俺もわかるけどなー。違かいや、でも6番さんが私、愛しんでるかな。 2番のプレイヤーが選ばれました。2>, 2強人 ?2 強3ロー4進な気がするけどな。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。でもね、8番さんね、これだけって言うけど、1裏あっても8裏あっても同じだから。あ、う、あ、ん。<laughs> ですよね、だから、1番ね、ちょっともう一回言うけど、お前が。 お前が7番黒い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 ずっと言ってて7番彼と出てるからお前黒くなってんだわ現状で2位1追われてんだわおのせいでいらないよじゃあわかるかお前が俺のことをどうなんなんだっけなんか2番がつかかって意味が分からんって言ってけど現状2位1追われてんじゃん追われちゃってんじゃん君黒くていや追ってねえよ黒くなってんすよ黒いんですよ誰も追ってねえ君白いって言ってる人いないでしょ5番だけでしょ しかも唯一の村予想1点だけね。まだ言って。白くないんですよ、あなた。で、それでなんかこっちつっかかってくるでしょ <laughs> あなた白なんでしょ<や>って。お前がつっかかってきてんだろう。八甲田先生、僕死んじゃん、あなたの目線。なんで僕につっかかってくるのって。一 <laughs> 番さん。いや、マジで。そういうとこなんですよ。僕、切れてんのは。<laughs> あなたはできてないんですよできてないのを認めて、まず七番に謝罪をし、自分はできてなかったんでっていうので、あの、塩らしくするべきなんですね。はい。顔出すんではなく。初めてくれよってあのせいや、誰も追っていいやる言ってないなと思ってますね。はい。まず、ザコはいらんわ。夜が来ました。目を閉じて。 もう占いの話しなくていいのかな誰を死んで見てんだろうみんな。 が来ました昨夜死んだのは7番セ番さん誰をオカミに見てるの ?8 番のプレイヤーは発言してくださいじゃあ結論から言います結論から言って2号のオカミだと思います僕は今日5番さんに入れます絶対5番さんに入れます2号カミだと思います5番さんの昨日の3番絶対シーンがないっていうのが一番よくわかんない 理論だったそれは3番狼にして38狼オカミをわせたい狼だと思ったから25オオカで提出した、はい。いや、初日4番釣り絶対ないと思ったけどね、2番釣るべきでしょ。ちなみに2番さんが強靭ない要素を挙げると、2番さんが仮に強靭だった場合、8番に白打ちすればいいだけだから、黒を出す必要がない。って思いませんでしたか 2番さんが仮に強人だったら白打てばいいじゃん。で、自分が釣られてグレー残ってますよっていうふうにすればいいから黒打つ必要ないじゃんって思わないの。で、これで仮に2が狼で3が強人だった場合で,で僕が狼だったとしたら7番から噛みます。7番噛んで3番の強人見せます。はい。だって現状3番の色見えなくなって3八狼で追われたら2、2が狼だった時でも俺が不利になるじゃん。って思いませんか 俺がオオカミを追われる理由っていうのが3番の色見えなくて38オオカミ以外しかないんですよ。だから5番さんは3の芯を下げて38オオカミ、8がオオカミ目だって言ってるわけでしょ。いや23で残ったときに2番絶対いらないだろ占い師の中で。234で残ったとしても2番最初に1にするべきだと思うけどね。言ってる内容、初春から意味わかんなかった初日から一緒に,かか <laughs> にするから、1は2。それだったら5番さんが言うように、それだったら2番さんっていうのは3番の相方位置っていうのを上げて精査するべきなんじゃないの 3番さんにばっかりなんかつっかかってシーン下げてるけど、2番さん,番さんだってそうじゃないのずっと1番につっかかってプロレスない、21狼オだけはないとか言ってるけど、21狼オないから8番狼オとか言ってるけど、だったら2番さんも同じじゃないのって思うけど、2番さんって3番の相方位置で精査してたのくー俺,俺はそれ聞き取れてないけど、教えてほしいんだが、それを5番に投票します。1番のプレイヤーは発言してください。いや2、初日釣るべきだったないやーなんかいろいろ考えてたな。2はなんかあ よくわかんない、シーンかなとかも思っちゃって、オオカミあるのは4かなとも思っちゃったんだけどね、テレビよったん、ね、です。6番さん聞きたいんですけど、6番さんは4番シーンで見てて、2番さんのことはオオカミっぽくはないから、じゃあ狂人っぽくないって言ってたんだけど、2をオオカミで見て、4をシーンで見てて、3番を黒で見てるっていう視点でケー？1番怪しいって言ってましたけど、1、3、2オオカミ見てるって感じですかね。うん、そこを聞きたい。 まあでもこれ素直にさ、僕はさ、4番さんのこと狼で見てたわけよ。で、それはさ、考察薄くならないって思わない <laughs> ?2 番も3番もそんな新目なかったしさ、よくわかんないんだよ。っていうのが自然だと思うんだけどな。私目線だとね。うん、で、昨日さ、3番さんがさ、5はさ、えっ、ー、と、じゃあ、 えと5番さんは3番さんに5の黒よさを上げるべきって言って言って,て8番さんは占い結果で証明すればいいって言ってたけどもう一つその3号二オオカだったら5番さんの黒よさを上げる必要ないかなと思ってで一応白って言って結局5に触れなかったよね3号二オカだったら全然ありえるのかなと思っちゃったんだよねっていう視点がなんか8番さんが欲しかったかなと思うんだけどえっ、ー、と3番が5番を黒よさで上げる必要ないのは3号の二オの時だなと思ってたんだけど違うかな うーん、8番さんが2番さんに投票し続けてるから黒っていう理論も5番さんよく分かんなかったしなうーん、8番さんにターゲット絞ったのかなって感じ。いやーちょっと今5人いれよかなと思って6番さんの意見聞きたいけど。うーん。そうねぇ。3、5に狼。ないかなただ2がそうなんだよな。そうすると2が8に黒を打つのもよくわかんないんだよないや、難しい。 5番のプレイヤーは発言してくださいまあ、8番さんオカミでしょうね、今日の患者と。で、1番さんはなぜか8番す、急に、急に自分がいきなりころで追ってきたんですか。あのですね、8番さんは2歳の打ち明けに一切触れてないんですよ。ムラなら触れますって、どこがどうって勇気持ってね、自分は4親2教3オカミで見てることから3、3 8狼オカミだと思ってる。 3番さんがオカミで1番三オカミの場合あんな理由なく3番さんが1番三白いから5番さん黒でしょうねと言わないと思ってるからね今日は8番さん自分が3にした精査で突っかかってきましたが3が偽に見えなかったんでしょうかっていうところを1番3に、ね、もう一回考えていやでも1番さんどうなんだろうな今のうーん いや難しくないこれ。だから2番のシーンも終えるんですよ。そこまで8番さんが2はいらない、いらないっていうのも分からない。1番さんが2番さんにあそこまで叩かれてる中で2番さんに剣を抱いてるのは分かるが。3八狼だと思うんですけどね。 あのね、自分の精査を思い出してくださいね。自分は6番さんにはちょっと疑問を抱いていたが、7番、ね、さんが5、6にヘイトを向けてきた、そして自分のことをあやふやだから黒いという、ああいった発言で、7番さんが自分に対して狼でそういうことを言わない精査としてると思ったので、7番さんは村じゃないかなという精査をしてました。で、2、3、4の中で4が新名で、3が2戦目に感じたことだから、3に投票。 1>, 1番さんに関しては4番さんに対してだってこいやあの狼だと思っちゃったんだもんなっていうあの言い方がねなんか村っぽいなって思ったんです。自分の精査もう一回考えてくださいね。あとね3番さんがグレーの精査する必要ないと8番さん言いましたが3番さんはグレーの精査する必要があるんですよあの盤面は。なぜなら2、3どちらかで釣られて3番さんがシーンであれば釣られちゃいけないから。占い結果残さなきゃいけないからね。今日は自分8番さん入ります。六番のプレイヤーは 発言してください,いやー、うん、いつには久しぶりになったんですけれども、はっきり言ってわかんない、自信ない。いやわ、えっと、かんねーよなとりあえず3番は新切り3番の新切りで考えている、えっと、2のシーンはあると思って、2のシーンあ,あって、一応、盤面上4番、教授もありえると思ってるから、そこは思考固定するつもりはないが、えっと、 まあ、あの、これ負けたら、僕のせいっていうか。二八論。やっぱりね、あの、自分ここにこだわるけれども、九番が二番しを言って、そこに投票しなかったのが、自分は一番ない。と思ってそれが一番ムラリがなって、っね、28票がめちゃくちゃになったから。三番の新規した場合には、客観グレー幅が一。二八だったら、三八。三八になるから。うん、難しいんだけれども、えっと。 あれあまず1番の推理が薄いって言った理由言いますね、えっと、2日目に1番って完全グレーの位置で、えっと、1番完全グレーの位置で、1番の主観グレー幅って5番と8番かな、5番と8番で占い自称者が2番と3番たってでで、かつ霊媒師の結果から2番と3番の打ち分けて1番の主観目線は、 神童、えー、か強狼の2択しかないから、1番の主観目線でかなり盤面が詰まっている、7番が狩人で 6,、えー、と6番が隠しの確定しているから、1番の主観目線でかなり盤面が詰まっているにもかかわらず、8が人狼という推理しかしていなくて、二三、うん、との狼のライン推理をしていなかったから、1番の推理がかなり薄いと思っている。でえー、と8が5に言ったことについては正しいと思っているよ、えーと。3は2番の相方を探す必要はない、3番は釣られ,釣られなかったらいいから。 だからそれについて8番言ってること正しいんだけど8番がね自分が昨日1番をグレースケールサイクルに置いていたにもかかわらず1番に投票1番に釣り先向けなかったから本当に負けたら申し訳ないんだけれども1番に投票したいと思っていますえぇ、ー、マジかありえんオラじゃないべ 違ったらごめん八番のプレイヤーが選ばれましたよしゲームしあねえ村人の勝ちです二八だもう少々当たってたー いや実質僕は一通でしたね。よかったー。 いやーこれは面白いゲームでしたね。いや、4釣りが失敗だったか。いや四4。いやーまあ、4、新目なくても釣らなくていいか、よは。なんか考えすぎたな。すなわに2釣っとけばもうよかったな、これ。2釣 <laughs> るべきだったか。 素直に2つったら終わってたな素直にやっぱ3は今日だったねいやーでもまあ面白い試合でしたねグッドゲームでした